でさ、さっきもうちょっとボタン押しちゃってすいません、あの途中で終わったんで、もうこれパート2です、カズラジのパート2、編集できないんで、あの編集しないんでお前は、御堂筋ですよ御堂筋、お前の一人パレードでこれ御堂筋まで行って、中央大通りの方に出て、で高速乗って帰ります。ちょうど大阪市役所の辺かな、これはね、大江橋の上で今僕が泊まっておりますが、大江橋ね、大阪は大阪の町は八百屋橋なんていう風に表現されまして、808というのは、まあ、筋が多いというね、まあ、一つの例え、町が多いという江戸八百屋町というのと一緒でね、大阪は八百屋橋なんて言われて橋が多いんだね、まあ、運河の町でもあるんで、非常にこの橋が多い今大江橋の、南詰の交差点に大前は止まっておりますというようなところでございます。そうだね、で御堂筋ですよ。で、まあ、両脇、まあ、イチョウ並木があってね、で、まあ、なんだろうな、うん、こうライトアップもされていてね、非常にこういい感じの御堂筋、なかなか御堂筋僕も歩くこと走ることないんで、夜にちょうど今日は、帰りにこっちから帰ってみようかという、単に気の、気まぐれと言いますか、気の紛れと言いますか、そういうことで、前の車がね、さっきからね、あのバイクとやり合ってるのよ、煽り運転の試合面白いよ見てたら、はい、僕はもうもしこれ事件起こしたら証言してやろうと思うぐらいの面白いやり合いをやってます面白いっつったらダメだけどね、バイクとね、あのトヨタの CHR っていう車ですわ、よっしゃいいのにね、なんかね新御堂からずっとやり合ってる、なんかライトアップして綺麗だわ、今高麗橋交差点を、伏見町、伏見町、伏見町だね、トライ残ってくれって思ってるの、あなんか綺麗だよこれ、こういうもう今日カズラジ皆さん目で楽しんでもらおうというカズラジでございます。いいでしょ綺麗ね、この中パレードしたの、この辺パレードしたのかな、もうちょっと南かな、もうちょっと南か、でもね綺麗だわ、これはちょっと通っておこうと思ったお前の判断は間違いじゃなかったねこれはね、今ビンゴ町を過ぎました、まもなく、まあ、本町あたりですね、まあ、オフィス街ですね、綺麗でしょ、なんかもうこの電飾が、うん、いいねという感じで、いいなと思いながら走っております、というわけで一気にちょっとここは車線を変えて、というわけで何の話かな、そうかそうか、今日はあのカズラジなんだけれども、カズラジではあるんだけれども、まあ、あの御堂筋の雰囲気を皆さんに味わってもらおうというバージョンで、お送りしておりますんでね、今ちょっと速度に入ってね、もうちょっと本当はここ曲がりたいんだけども、ここ曲がるのをやめてまっすぐ行こうかなと思っております。隣の車がまっすぐ行ってくれれば、もうちょっと右折車線に入っちゃったんでね、まっすぐ行けるかなっていう感じでね、ちょうど本町、上に阪神高速ですね、九太郎町の交差点ですね、こんな感じで今御堂筋はライトアップされております。綺麗ですね、まあ、年末、まあ、恒例といいますか、まあ、イルミネーションいいですね、なんかこういうところでこうオフィスがあってね、仕事に来るなんていうのはなんかやっぱり悪くないね、やっぱりね、あの悪くない悪くない、あやっぱり隣のタクシーが曲がるんで僕も曲がっちゃいます。というわけで、今中央大通りの側道に入りましたんで、この後高速に乗っていこうかなというふうに思っております。御堂筋のイルミネーションをご紹介しながらというカズラジでございますが、だから今日はあのみんなのお便りはご紹介できません、お前がそうそうあの歯を抜くというね、ことで、
パート1、パート2でお送りしておりますが、もう間もなくパート2も終わりという感じになっております。今回もご視聴本当にありがとうございました。というわけで、また明日ね、皆様のお便りご紹介しますけれども、夜にちゃんと聞いてくださってますという方もいらっしゃる。僕は夜撮ってますけども、これは、みんな朝聞いてくださってるんだろうなという話をしておりましたら、夜寝る前に聞いておりますという方もいらっしゃった。そんなお便りも、明日またご紹介できればなというふうに思っておりますが、そうなんだよ。だから今日は一応この御堂筋の、イルミネーションを見ながらおやすみなさいという、バージョン、そして、これをこのイルミネーションのこの映像を明日の朝見てくださる方に向けては、こんな映像ではございますが、おはようございます、いってらっしゃい、頑張ってというね、そんなバージョンにしていきたいと思います。おやすみなさい、そしていってらっしゃい、そして今日も一日頑張ってください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。